はいどうも、フラッチャンです。はい、じゃあ今日はね、なんだこいつ、コケだって。コケ、わーちょっといい加減、なんかこいつ飽きたな。完全にもう飽きたわ。もう金のね、鶏、まあこれ誕生日プレゼントでもらったんだけどね、さすがに、タンプレとはいえ飽きました。はい、いやなのでくれたね、まあお方、人ね、まあ多分動画見てると思うけど、この金のチキボー俺にタンプレかなんかでねくれた人、ちょっとごめんなさい、もういい加減な、さすがに飽きました。はい、飽きたんでね、買い替えようと思います。ペットチェンジということでね、動画を撮っていきたいと思います。まあ今流行りといえばですよ、今流行りといえば、まあ、何かっていうとこれでしょう。アトラスカプセルね。こんなプスゴンとかオワコンなんで、やたら高いけどもうオワコンだからね。もうプスゴンに魅力は感じないね。で、あと、まあなんだ、他にもいろいろもう魅力感じねえわ。もうとりあえずアトラス、ね、時代はアトラスなんで、まあ、実物ね、見たことない人なら、いやいやいやと、プスゴンに勝てるわけないじゃんって、可愛さで。アトラスごときが可愛さで勝てるわけなかろうって、はい、思ってるそこの諸君、ね。今日はそんな常識ね、すべて覆すような可愛さを見せてあげますからね。じゃあ早速買いたいと思います。ダークキングの装備でね、いろいろ金使うっていうのに、はい、まあこうやってね、意味のないことに消費していきますからね。じゃあアトラスカプセル、早速買っていきましょう。そうだな、せっかく買うんだから、ちょっと出品者の名前を見ておきたいよね。まあ、オースケ。まあ、男でしょう。ミミミ。まあサブキャラだね。そう、まあなくはないけど男でしょう。じゃユリ、これはねサブキャラですね。で見ていくとやっぱりね、誰だ、誰が一番いい、となるとね、誰がいいかな。ジャンヌいいじゃん。これジャンヌね、ジャンヌめっちゃかっこいいじゃん。ジャンヌダルクでしょ。じゃあこれにしようか。まあ、10万ほど高いけどね、ちょっとこれを買いましょう。じゃあ早速ね、はい、まあ、こちらをぶったたいて中身を取り出していきたいと思います。はい、じゃあまあ知らない人に言うけど、カプセルねもらったら、こちらのアズランの駅前でこいついるんで、おもちゃやカルタ、こいつに話しかけると、まあ、ピコーンってなってね、まあ、君が持ってるのはアトラスついてくんじゃないかと。でまあそうやってカプセル割れるんで、まあそうやって割ってください。じゃあ早速ねやっていきましょうか。はい、じゃあこちらです。いやもう分かるでしょこれ、可愛いでしょ、明らかに、明らかに可愛いでしょ。ちょっとビビった人いると思う、いろいろアトラスの姿を想像していた人ね、普通に姿でちっちゃくなっても全然可愛くねえと、トトコンをもっと渋くした感じじゃねえのって、まあ、思ってた人ね、残念、めっちゃ可愛いんで。でもね、これ欲しかったら俺のように270万払ってくださいね。まあ、とにかく今日はちょっとこちらのね、アトラスついてくん、こちら自慢しに行っちゃおうかな。まあ、やっぱりこういうのはね、他人に自慢してなんぼだと思うんで、早速、いや、わかる？ちょっとモーション見てみようか。まあ、こう、はい、はい、まあ、ちょっと一瞬のランドインパクトだったけど、まあ、こう、ね、ランドインパクトをたまにするんで、ちょっと見てください。ランドインパクトが痛恨だね。はい、これポコーンってね、いい音するでしょう。で、これこの歩き方よ。ねえ、なんかこのさ、棍棒の持ち方もいいでしょ。横にこうぶら下げて持ってんじゃなくて、こうなんか裸の大将みたいにこう袋担いでるみたいな、まあ、そんな感じの持ち方でめっちゃ可愛いし、で何より一番可愛いのはね、これついてき方よ。これわかる？こら待てみたいな感じでついてくるでしょ。これ超可愛いでしょ。いやもうこれはね、女子受け間違いなしですね。なので今日は心も中身もエルコちゃんね、俺のフレンドに自慢しに行きたいと思いますんで、はい、どうぞご堪能ください。じゃあ早速ね、声かけからしてみようか。でちょっとねやっぱりね、前置きとかなくていいと思う。ただこうもう仲間に誘う。で、まあおそらく仲間になると思うんで、仲間になるよね。はい、仲間になるよね。そしたら、今どこにいるんだ？今、マイタウンにいるね。マイタウンにいるから、ちょっと待って、
あれもねえんだけど。おい、嘘だろ。おい、ちょ、ねえんだけど。石がねえんだけど。ちょ待って。めぐ、家、来て。はい。まあ、こうね。ちょっとおびきをさせようか。ちょっとさすがにマイタウン、誰かのマイタウンにいるっぽいね。これを自慢したい。なんだこれ。めっちゃ綺麗なんだけど。多分インテリアとして飾ってるな。ここは、メグの家だけど、あんたに伝言だとよ。セコムしてます。どうでもいい内容だったな。ま、適当にくつろいでけよ。はい。まあ、本物の中身女の子っていうのは、まあ、こういうオスプクを雇う傾向にあるね。で、まあ、これ、じゃあ自慢していきましょうか。あ、こんなね、プスゴンなんかね、もう、時代遅れ。ね。こんなの可愛いか。あ、もうどんなにプリッコしても可愛くないね。ああ。やっぱりね、時代はアトラス。アトラス。買いました。まあ、ちゅうわけで、いつまでも仲間にいるとね、あれなんで、ちょっと見せびらかすために、ちょっと白茶にするか。ね。ちょ、アトラス超可愛いでしょ。ね。時代は、ちょ、待って。時代はアトラス。ね。ちょっとこの子に、あれだ、多分この子にね、貢いであげたらね、きっと好感度アップ、間違いなしですね。いや、対抗してきた。プスゴンも可愛いけど、ブスだけど。そう、その通り、ブサ可愛いとね、超可愛いはね、絶対超可愛いの勝ちなんで、ね。見て、これ、やばいでしょ。ね。ついてくんから音がするんですよ。痛恨の一撃で、ポコって。これ、ねえ。もうほら、プスゴンなんかね、ただ、のそのそ歩いてね、で、投げキッスするだけでしょう。もうそんな見飽きると、ね。もうこうやって音を奏でるアトラスくん。はい、叩け、いけ、叩け、やれ、一発ぶっ叩け、いけ、いけ、いけ、痛恨の、はい、ね、さすがに女の子には手を出せないということで、アトラスくん去っていきました。はい、じゃあという見せびらかすために来ました。5分前に買ったでおじゃる。ね、こういう口調もやっぱり、俺はアトラスを買えるぐらいの資金を持ってるんだぞとね。まあ、俺の全財産の5分の1を出して、ようやく買ったわけじゃないんだぞというね。まあ、そういう感じ。いくら、ちょっと本当は270万だったけど、ちょっとあれだな。もうちょい大きな値段いった方が、なんか経済的に頼れるみたいな、そういう感じあるでしょ。じゃ290万、ちょっと20万乗せとくか。まあ、フラちゃんにとっては、切り傷みたいなもんだったけどねってね。まあ、切り傷、まあ、結構深い切り傷ね。切り傷といっても20センチぐらいのこう切り傷だったけど、まあ、結構はね、まあ、そんぐらい、まあ、かすり傷ではないけど、すごい切り傷。ね、ちょっと経済的負担ね、切り傷です。20センチぐらいのザクって刺してググググって持ち上げたぐらいの。はい、で、まあ、みんなね、やっぱ初期で買ってる人っていうのは500万ぐらい出したわけですからね。まあ、その人たちはさすがにやばい。ね。そういうコレクター精神があるのでしょう。あ、まあ、ということで、まあ、こうやってね、ついてくん、新しいついてくんを買ったら、まあ、新型ついてくんを買いましたね。こうやって、フレンドに見せびらかす。で、フレンドの旧式のついてくんと比較させる。ね、そうやって、自分の地位を高めていくのが、ついてくんの正しい使い方です。はい、まあ、これから日課行くそうなんでね。じゃあ、まあ、この子に見せびらかしたということで、まあ、今日はこの辺でどうでもいいクソ動画みたいな感じだけどね、終わりたいと思います。はい、じゃあチャンネル登録もよろしくお願いします。開きました。はい、あれから20分ほど眺めていたんですが、まあ、このようにね、ついてく姿をね、ずっと堪能してたわけなんですが、いよいよ飽きました。
ああ、やっぱりあのついてくんっていうのはその日限りのね楽しみだから、俺は280万払ってで20分楽しむことができました。まあそういうものですね。はい、じゃあ以上フラチャンネルからの放送でした。チャンネル登録もよろしく。